はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はコストコのデザートの新商品、キャラメルフランの紹介をしたいと思います。値段は1398円でした。これなんですけど、ちょっと前のメールマガジンでも紹介してまして、しっかりした食感の濃厚フラン、スプレッドにしても美味しくいただけます。なんて書いてありまして、スプレッドっていうのはパンに塗ったりするクリームみたいなことを言うみたいです。このフランについて、 ちょっと調べてみました。フランとは牛乳や卵などをタルト生地に流して焼いたお菓子で、最も古いお菓子の一つです。甘みのないブリゼ生地をタルト型に敷き、卵や牛乳、砂糖にトウモロコシなどのデンプン粉を加えた液を流します。カスタードクリームに似たものですが、ねっとりとしてブリンと弾力のある生地です。フランというのはスペイン語だそうです。スペイン語でプリンという意味みたいなんですけど、 調べたら、紀元前からあるものらしくて、卵と牛乳に蜂蜜を加えて固めたものを当時は食べてたみたいです。じゃあ早速見ていきましょう。蓋を開けると、こんな感じで、巨大なプリンが入ってるっていうような感じです。大きさなんですけど、普段の直径は25センチで、高さが3センチぐらいありました。横から見るとこんな感じなんですけど、カラメルソースがたっぷり入ってるのがわかりますよね。 それでちょっと切ってみたんですけど、見てもらうとわかると思うんですけど、すごいしっかりした硬いプリンみたいな感じが伝わると思います。お皿に出してみたんですけど、美味しそうですよね。アップにしたのがこんな感じなんですけど、もうすごいしっかりした硬いプリンっていう感じですね。ほんと美味しそうですよね。それで味の方なんですけど、まず本体のフランの方なんですけど、卵が濃厚ですごいコクの強い、しっかりとした 硬いプリンっていう感じでした。この硬い感じっていうのが、原材料のところに書いてあったんですけど、クリームチーズが入ってまして、それでしっかりとした硬い感じに仕上がってるっていう感じがしました。甘さは控えめでした。それで次にカラメルソースなんですけど、こっちの方がすごい甘みが強くて、甘くてほろ苦い大人のカラメルソースっていう感じで、これもしお子さんが食べると、 もしかしたらちょっと苦いっていうかもしれないぐらいすごいほろ苦い感じがしました。カラメルソースとこのフランが合わさって濃厚ですごいコクのあるフランと甘いほろ苦いカラメルソースが合わさって本当に美味しかったです。それで皆さん一コツなんですけど、これ選ぶときにちょっとコツがありましてそれをちょっと説明します。まず、 お店でこのように上からは見れますよね。上から見ると中が見えるんで、今説明上ちょっと蓋外しますけど、こんな感じの上の方を見てもらうと、この表面がブツブツになってるのがわかりますかね。これが巣がいった状態っていうんですかね。茶碗蒸しと一緒で、これなかなか作るのが難しいんですよね。だから結構個体差がありまして、この巣がいった状態と、反対にこちら見てもらうと全然ブツブツがないですよね。 それで、なるべくこのように表面の滑らかな感じのやつを探してもらって、なるべくこんな感じじゃないっていうことですね。こっちのつるんとした感じの表面のやつを選んでもらうと、家帰って切った時に、こういうようにこのつぶつぶが少ないんですね。そうすると食感も食べた感じもすごいいいんで、なるべくこのようなつるんとしたやつを選んでください。 それと、現場で見てもらうとわかるんですけど、もう最初からちょっと割れちゃったりしてるのもあるんで、そういうのはなるべく選ぶときに気をつけてください。次に、このカラメルソースなんですけど、これがもう味の決め手っていうか、これがすごい美味しいんで、僕はコストコで見たとき、結構量が多かったり少なかったりっていうのがあったんですよ。だから、なるべくこのカラメルの量が多い感じのを、 選んで買うといいと思います。まとめますとなるべく上から見た時に酢がいってない割れてたりしてないようなやつでなるべくこのカラメルソースの多いのを選ぶとより美味しく食べれると思います。それでごちそうさまということですね。今日はコストコのデザートの新商品キャラメルフランの紹介をしました。卵の濃厚なコクとクリームチーズでもうしっかりとしたコクのあるフランに 甘くてほろ苦いカラメルソースが本当に美味しい一品でした。皆さんもよかったら一度お試しください。チャンネル登録、いいねとよろしくお願いします。今日はこれで失礼します。ありがとうございました。